皆さんおはようございます。防衛大臣の岸信夫でございます。本年9月に私が防衛大臣を拝命してから早3ヶ月が過ぎました。24時間365日私と共に日夜厳しい任務に精励していただいている全国の隊員所管に改めて敬意と感謝を表するとともに、我が国の防衛という崇高な任務を共に担えることを改めて光栄に思います。本来であれば菅内閣総理大臣のご臨席のもと自衛隊高級幹部会堂をここ市ヶ谷で開催する予定でしたが、昨今の事情を考慮した結果、本年は VTC という形で実施することといたしました。画面を通した形ですが、今の私の思いを幹部所管に伝えたいと思います。防衛省自衛隊のさまざまな活動は国民一人一人、つまり地域の方々のご理解があって初めて可能となるものです。そしてそのことは全国各地で任務に当たっている所管が一番よく理解しているはずです。防衛省自衛隊は今年で創設66年、創設から今日に至るまで自衛隊はその職務を力強く果たしてきました。しかしこの66年という歩みを振り返ると、自衛隊に向けられた目は決して温かいものばかりではありません。ただひたすら国民のことを思い、実直に日々の任務に取り組んできたにもかかわらず、心ない批判にさらされたこともありました。そんな逆境の中でも所管と諸先輩たちは変わらず国民に寄り添い続けました。創設以来積み上げてきた国民の皆様からの信頼は自衛隊の大きな財産であり、決してこの信頼を損なうことがあってはなりません。我が国安全保障上の目的の達成には、全国47都道府県に所在する自衛隊部隊のそれぞれの日頃からの十分な能力発揮が不可欠であり、そのためには地域の皆様の理解と協力が大前提であります。今後私が先頭に立ってそれぞれの地域の皆様の理解と協力を得られるよう全力を尽くしてまいります。所管におかれても地域社会国民の皆様と自衛隊相互の信頼関係をより一層深めるためにたゆまぬ努力をお願いいたします。所管が日々実感している通り、我が国を取り巻く安全保障環境は国際社会のパワーバランスが大きく変化しつつある中、一層厳しさと不確実性を増しており、安全保障環境上の課題に対抗するためには我が国と基本的価値を共有する国々との緊密な連携が不可欠です。私は防衛大臣就任以来、防衛省会談を9カ国と行い、地域情勢や防衛に関する諸課題などについて緊密に認識と方針をすり合わせてきました。これからも引き続き自由で開かれたインド太平洋というビジョンのもと、地域の特性や相手国の実情を考慮しながら、共同訓練、能力構築支援、防衛装備、技術協力等の手段を活用し、民主主義や法の支配といった基本的価値や安全保障上の利益を共有する国々と緊密に連携しつつ、防衛協力、交流を戦略的に推進してまいります。特に我が国唯一の同盟国である米国との連携は最も重要であり、日米同盟は我が国の安全保障の要です。日米安全保障条約締結から今年で60年という節目を迎えたこの揺るぎない同盟を防衛省自衛隊としても堅持していかねばなりません。私も先月、ミラー米国防長官代行と電話会談を実施し、東シナ海、南シナ海や北朝鮮のはじめとするインド太平洋地域の情勢について、日米が引き続き緊密に連携していくことを確認をいたしました。我が国が卓越した活動能力を有する米国と協力して、グローバルな課題解決に取り組んでいくことにより、我が国の平和と繁栄はより確かなものになります。
外務省間、日米同盟をはじめ、二国間、多国間の安全保障協力が進む中で、多様な相手を理解し、自身の考えを言葉で伝えることがますます重要になります。今後も引き続き、我が国の抑止力、対処力の強化のために、不断の努力を続けてください。加速度的に変化する安全保障環境の中、我が国は引き続き平和国家としてさらに力強く歩んでいかねばなりません。そのためには、我が国自身が国民の生命、財産と領土、領海、領空を主体的、自主的に努力によって守り抜いていく体制を抜本的に強化することが大切です。我が国の安全を確保するための最終的な担保は、我が国自身の防衛力であり、それを支える隊員一人一人です。防衛力の中核をなす自衛隊員が心身ともに健全な状態で、高い士気を保ち、その能力を十分に発揮できる環境を作っていくことが重要です。それを実現させる有効な手立てが、仕事と家庭の両立支援や、長時間労働の是正といった働き方改革です。特に、仕事と家庭の両立支援については、女性だけでなく、男性隊員の家庭生活への参画を推進することが必要であり、これは女性の活躍推進や、ひいては少子化対策の観点からも極めて重要であります。幹部所管は、男が育休を取るなんて、といった古臭い考えを改め、男女問わず、育児休業の取得をさらに推進し、防衛省自衛隊、さらには日本社会の価値観を率先して変えていきましょう。自衛隊の最高指揮官たる菅総理の指揮のもと、我が国と世界の平和と安定のため、そして国民を守るという崇高な任務を遂行のため、幹部所管の一層の奮励努力を期待し、私の訓示といたします。令和2年12月16日、防衛大臣岸信夫。ありがとうございました。一同礼。